はい、皆さんこんにちは。動画マーケターのりょうたです。今日はですね、動画編集者が必ず案件を獲得できるポートフォリオ最強マニュアルということでですね、今回はやっています。ついにまた超有益なね、内容が出てきたんですけれども、皆さんね、動画編集者としておそらく活動してる方がこのチャンネルを見てる方そうだと思うんですけれども、ポートフォリオ、これね、必ず皆さん作ると思うんですよ。営業するときだったりとかね、自分がこういうのを作れますよっていうのを見せるものですよね。そういうの必ず作ってると思うんですけど、どんなね、ポートフォリオを作ったらいいかわからないとか、ポートフォリオなくても仕事取れたから別に俺いいんだけど、みたいに。まあ、そんな風にね、考えてる方ね、結構多いと思うんですけど、結構ね、これ危険なんですよね。これなんでかっていうと、ポートフォリオっていうのは、動画編集者が案件を取る上での武器みたいなものになってくるんですよね。例えばね、動画見てるあなたが、営業マンだったとして、とある会社の商品を売ってくれって言われた時に、その商品がめちゃくちゃ変なものだったら、直接ね、訪問しに売りに行ったとして、売れなくないですか？自分はそんないい商品じゃないのになってこう思ってるけど、売らなきゃいけないみたいな感じになると思うんですよね。動画編集者でいう商品っていうのは編集なんですよね。つまり、そのポートフォリオがその方の編集力を示す唯一のものになってくるわけですね。ですから、本当にいいものを作り込まないと、いくら営業したってなかなか売れないしなって思いながら営業したりとか、実際にね、クライアントが見てみて、なんだよこれと思ってね、結局案件取れないみたいな形になってしまうので、このポートフォリオっていうのはめちゃくちゃ重要になってくるんですよ。ただね、ポートフォリオ作成にね、めちゃくちゃ力入れる方多いんですけど、ここでね、間違えてる人がめちゃくちゃ多いんですよね。発注者の目線になって作れてない動画編集者めちゃくちゃ多いんです。自分のものを作るって考えてしまうからこそ、自分のオリジナリティだったりとかね、自分の色みたいなのを入れようとしてしまう場合多いんですけれども、そんなものは全くいりません。今回はもうこんなポートフォリオなら一発 OK。 こんなポートフォリオを作ってくれたらもうこの回の案件だけじゃなくて、いろんな他の案件もお願いしたくなるよっていうね、内容をね、話していきますんで、ぜひ見逃さないようにしてください。今回の動画の内容ね、知らないままね、違うね、なんか YouTube 見に行こう、エンタメのなんか見に行こうみたいなね、なってしまった場合、あなたおそらく、まだ一件も案件が取れていないみたいなね、そんな展開になってしまうかもしれないので、必ずね、今回の内容は見逃さないようにしてください。僕自身今、10社ほどの会社さんとね、こう YouTube の提携だったり、運用のサポートをさせていただいてます。まあ、なので今では動画編集者さんとね、まあ、約20名近くですかね、の方と、まあ、一緒にお仕事をしていたりだったりとか、対応ね、するにあたって、もっとたくさんの動画編集者さんの動画だったりとか、ポートフォリオっていうのをね、たくさん見てきました。どのポートフォリオが良くて、どのポートフォリオが採用したいと思わないのかっていうのもしっかりとね、もう自分の中で答えがあるんですよね。なので自分の中で出た結論を今回は全て話しています。案件を溢れるぐらいゲットして、もう月5万、10万という風にね、稼いでいきたい、早くね、動画編集者卒業してディレクターになってね、たくさんの案件をさばけるようになりたい、そう思われてる方はね、今回の動画超有益になるんで、お見逃しのないようにしてください。そしたらね、早速本題に入っていければと思うんですけれども、その前にね、ちょっと僕の話をさせてください。こちらのね、公式 LINE 登録してもらえると、動画編集者にとって有益な情報だったり知識の配信が届きます。なのでね、ぜひ動画編集者として30万円以上月稼ぎたい、副業でもいいから5万円、10万円稼ぎたい、動画編集フリーランスとしてね、独立して立派に稼いでいきたい、そう思った方は、ね、こちらのね、公式 LINE 概要欄から登録してみてください。そしてね、皆さんいつもの告知だと思ってストップしないでほしいんですけど、こちらの公式 LINE 登録してもらえるとね、無料アプリで動画編集ができるようになる動画講座2本だったりとか、プレミアプロで動画編集ができるような動画講座4本だったりとか、動画編集者にとって必要な、ね、サイト集をプレゼントしています。オフライン、オンライン両方のね、案件獲得のマニュアルであったりとか、サムネイル作成マニュアルだったりとかね、サムネを作るためのフォトショップの講座だったりとかね、動画編集者がね、月収100万円を達成するためのマーケティング基礎、これらをですね、今公式 LINE 登録した方ね、期間限定でプレゼントします。めちゃくちゃバージョンアップしました。なのでこちらを受け取りたいという方はですね、ぜひ概要欄のね、公式 LINE からポチッとしてみてください。今回の内容のね、まあポートフォリオということなんで、案件獲得法とかもね、めちゃくちゃ生きてくるんで、ぜひね、こちら公式 LINE 登録してゲットしてもらえたらなと思います。ということでね、では本題に行きましょう。はい、それではですね、最強のポートフォリオ作成方法、一つ目ですね、カッコつけねえな、クライアントのジャンルに合わせろです。これね、本当に多いんですけど、YouTube の、まあ、動画編集案件を募集しているのに、かっこいいアニメーションの動画を送ってきたりだったりとか、凝った編集のね、ポートフォリオとして送ってくる方がね、いらっしゃるんですけど、めちゃくちゃマイナスなんですよね。まあ、正直なところ、まあ、そんな凝ったね、アニメーションだったり編集っていうのは、実際に動画編集じゃやっぱ使わないんですよね。これは例えば、まあ、クリエイティブ用のね、動画編集の案件だったりとか、何かそういうアニメーションをたくさん使ってほしいっていう案件だったら、そういう動画のポートフォリオっていうのは提携してますよ。ただそうじゃない場合は、分かってないなこいつって思われちゃうんです。そういう動画ってね、なんかこっちはね、カレー食べたくてカレー入ってたのに、なんかそうめん出てきたみたいな、そうめん全然食いたい気分ちゃうねんと、ココイチのめちゃくちゃちょっと辛めの 1000g ぐらい食いたいねんって思ってる人にね、ツルツルそうめん出てきたら違うなってなるじゃないですか。結構ね、ここに乖離がね、起きちゃってるんですよね。ただこのポートフォリオを作る方の心理っていうのも僕は分かるんですよ。おそらくね、編集スキルだったりとか、そのアニメーションスキルを頑張ってつけた方が、俺はね、他の動画編集者とは違うと、他とは違うスキルがある、俺は差別化できているって思って
で、おそらくそういったアニメーションだったりとかね、編集の動画をね、ポートフォリオを作って送ってるんだと思うんですけど、実際にね、これって相手目線になるんじゃなくて、めちゃくちゃ自分目線なんですよ。僕らね、YouTube 編集を発注するときに一番求めてることっていうのは、誤字脱字をしない。その上で完コピができる動画編集者。これをね、完全に求めています。なので、まずポートフォリオを送る、営業するって際には、相手が求めている動画編集のね、スタイルだったりとか、ジャンルは何なのかっていうのを、しっかりと理解して、それに合わせたポートフォリオを送りましょう。なので、いくつかのね、スタイルのポートフォリオがね、できるといいですよね。例えばビジネス系だったら、こういうのとこういうのとこういうの。エンタメ系だったら、こういうのとこういうのとこういうの。みたいな感じで、いくつかのパターン別で作っておいて、クライアント目線だったら理解して送るっていうのが大事です。しかもね、そういった形で案件が取れましたってなった場合、で、ちゃんとクライアントの信頼関係ができた時っていうのは、何かね、こちらから提案ができることってもあるわけなんですよ。なので、そういう時に、今までね、それ作ったポートフォリオを送って、こういう編集もできますよとか、こういうクリエイティブな動画も作れますよってなると、例えばね、単純な YouTube の編集だけじゃなくて、じゃあ、うちの会社でね、イベントやる時にこういう編集で、こういう動画を作ってくれないかっていう展開にもなるわけじゃないですか。まずは徹底的に相手に寄り添う。相手目線になる。相手が求めている動画を作る。ここをまず大事に考えて、ここで信頼関係を構築した後に、自分から提案する。これをね、必ず意識するようにしましょう。二つ目いきましょう。こちらさっきちらっとも言ったんですけど、とにかく完コピせよってところですね。まず完コピできる動画編集者は求められてるよ。完コピできる動画編集者が欲しい。ここでの勝負っていうのは、どれだけ完コピできるかってところですね。基本的にみんな完コピできます、そういう動画作れますって当たり前ですけど言うんですよ。この人はちゃんと言ったことを守ってくれるか、遂行できるのかっていうのを判断するかっていうと、制作したポートフォリオのクオリティがまず大事ですよね。それが、例えばですけど、完コピって一概に言っても、いろんな完コピがあるわけですね。もしかしたら、その方は 80% でも完コピって思ってるかもしれません。もう一人の人は、もう 100%、もうフォントの色、もうサイズ、位置、SE のタイミングだったりとかね、雰囲気、その辺も全て 100% に近いレベルで完コピできますと。どちらが欲しいですかって言ったら、もちろん後者じゃないですか。どこまで完コピできるかっていうのは、めちゃくちゃ見られてます。実際にね、こういう動画を作りたいと。で、イメージで上げた動画と全く同じような完コピできた動画を送ってきたとしたら、一発でその人 OK ですよね。完コピを徹底できるってことは、マニュアルをこっちが送ったとしても、それを方法を再現できるっていうのがね、もうそれでわかるんですよね。実際に仕事をお願いしてる人ですら、マニュアルでね、当たり前のことをお願いしてるんですけど、できてない。そんなパターンめちゃくちゃ多いんですよね。なので、その完コピの出来具合のクオリティっていうのは、めちゃくちゃ発注者は見てますね。なのでそこで実際にお願いするかどうかっていうのは結構決めるので、完コピできる能力っていうのは徹底するだけで、間違いなく仕事はどんどん溢れかえります。これ聞いて改めてドキッとした人いると思います。どこまで徹底できてるかって話なんですよね。もうテロップ、SE、BGM、全体の色味、カットの間だったりとかね、その辺をなるべくね、完コピに寄せられるようにしましょう。マジでその人の無駄なオリジナリティ本当にいりません。もうね、ムカつくって感じなんですね。本当にそれだけ言ったことを徹底的に守ってくれる人っていうのはもう重宝されます。これを忘れないようにしましょう。はい、じゃあ3つ目ですね。載せる情報を間違えないというところですね。これはね、ポートフォリオを送るときに営業部でもね、一緒に送るわけですけれども、動画の中だったり、そのテキストの中に載せる情報を間違えてる人がね、めちゃくちゃ多いんですよね。例えば、私はこういう人間で、こういう経歴で、こういう風に動画編集を始めて、いやいや、知らんわっていう。発注者からしたら、知らない人なんですよ。知らない人から何か送りつけられてる状態なんですね、今。いきなりね、通りすがりで、めちゃくちゃね、変なやつにナンパされて、俺はこういう人間で、こうでこうでこうでって言われたら、めちゃくちゃ嫌じゃないですか。もうちょっと、どっか行ってよ、みたいな。ただね、ナンパしてきた人が、いや俺ね、めちゃくちゃお金持ってますっていう、自分にとって何かメリットになるような提示をしてくれてたら、ちょっと話聞いてみようかなってなるわけじゃないですか。それと一緒なわけですね。なので、ここで自分の情報っていうのは入れません。自分ができること、自分のスキル、自分の能力をここに載せるようにしましょう。例えば、サムネイルもね、このように一から作れますだったりとかね、デザインも基本的に一から構築することができますだったりとか、YouTube 動画の撮影だったりとか、そういうクリエイティブな動画の撮影もできますだったりね、発注者側にとってメリットになるだろう、プラスなことをここに載せるようにしましょう。それをなるべく短時間で無駄がない文章、無駄がない動画で伝えられるとなおよしです。なので、しっかりね、そこを意識するようにしましょう。そして4つ目ですね。ポートフォリオサイトを作ろうっていうところですね。ポートフォリオサイトを作らない方がいいんじゃないか、作った方がいいんじゃないかっていう人います。僕は作る方に賛成です。なぜかっていうと、ポートフォリオサイトなるものがあると、いろんな私はこういう動画作れますだったりとかね、こうまとまってるわけじゃないですか。そういう意味で、まず一つあれば、自分が何を制作できるのか、どういうものができるのかっていう人と理解できるっていうのがまず1点ですね。ただ、反対意見として、めちゃくちゃ工数がかかると。例えばね、ポートフォリオサイトに飛ぶのに時間がかかる。これ YouTube の URL に載ってたら一発で飛べるじゃないですか。ただ、もちろん工数はかかるんですけど、そのサイトをね、しっかり作っているっていうことは、僕からしたらかなりね、信頼に当たるんですよね。こういうのちゃんと作り込める人なんだっていうふうに僕は思います。
発注者はね、何が不安かっていうと、この人は信用できるかどうかっていうのが不安なんですよ。まあ、ちょっとしたね、編集のね、ミスだったりとかっていうのは、まあ、もちろんしょうがない。もう怒ってしまうことなんですけど、本当に信用できるのかどうか、この人は飛ばないのかどうか、言ったことを守ってくれるのかどうかっていうのをめちゃくちゃ見るわけですね。っていう意味合いで、ポートフォリオサイトが1個あると、この人はこういうのちゃんと作り込む人なんだなっていう信頼が僕は1個乗ると思っているので、これね、1つね、重要なポイントだと思っています。先ほども言いましたけれども、そのサイト1個でね、見てもらえれば完結するわけですよ。僕自身はそういうね、ものがあったら、1回ね、信頼を獲得した方にはね、次の案件につながる可能性もあるし、発注者の信用を生むための一つのサイトのね、あの形にもなるかなっていうふうにも思うんで、さっき話した1から3までを徹底しやった後にこういうのを作ってあげるっていうのも一つ手だなと思ってます。今ね、いろんな企業もね、ホームページとか検索するじゃないですか。で、ホームページもしなかったらちょっと不安になるじゃないですか。え、あの企業ホームページないの？大丈夫って言われません？特に30代、40代、50代の人からしたらね、もう会社のホームページあって当たり前なんですよ。ない人と、じゃあある人、どっちを信用しますかってなったら、もちろんある人ですよね。なので、1個ね、作っておけると僕はいいなっていうふうに思ってるので、ぜひね、さっきの1から3までしっかりやった後に、こちらもね、作成してもらえたら、僕はいいんじゃないかなと思います。はい、というところでね、今回、もう最強ポートフォリオ術ということでお話ししました。まあ実際に、まあポートフォリオ術、いろんなね、意見が飛び交ってると思うんですけど、今回僕の実体験をもとに、こういうのあった方がいいんじゃないかなって思うのね、すべてお話ししたので、改めてこういうのやってみようと思いましたっていうのがあったら、ぜひやってほしいなっていうのと、動画編集者で案件を獲得できない人の多くが、営業数が足りてない。で、2つ目に、営業から案件獲得のパーセンテージが悪い。要は、ここでつまずいてる人は、ほぼほぼ営業分とポートフォリオがもう悪いってことなんですよ。改めて、自分のね、今営業してる数と、そのうち制約してる数っていうのをね、パーセンテージしっかり出してみて、もしね、全然制約しないんだとしたら、今日話した内容をね、参考にしてみて、いいものを作ってみてね、で、その上で営業をどんどんかけてみてください。このパーセンテージが変わるだけで、案件の価格数めちゃくちゃ変わります。今までね、たくさん営業行ったけど、案件獲得できないって人はね、おそらくここが原因なんで、しっかりとね、今日言った内容を改めてね、見直してみて、理解していただけたらなと思います。そしてね、こちらの公式 LINE 登録してもらえると、動画編集者にとって有益なね、知識や技術の配信をしています。月30万以上稼ぎたい。動画編集を始めて、副業でね、5万、10万稼げるようになりたい。動画編集者としてね、フリーランスで独立できるようになりたい。そう思った方は、ぜひこちらの公式 LINE をね、登録してみてください。こちらの公式 LINE 登録してくれた方にはね、無料アプリで動画編集ができるようになる動画講座2本だったりとか、プレミアプロで動画編集ができるような動画講座4本だったりとか、動画編集者にとって必要なね、サイト集をプレゼントしています。オフライン、オンライン、両方のね、案件獲得のマニュアルであったりとか、サムネイル作成マニュアルだったりとかね、サムネを作るためのフォトショップの講座だったりとかね、動画編集者がね、月収100万円を達成するためのマーケティング基礎、これらをね、無料でね、プレゼントします。概要欄から登録してもらえたらね、たった5秒でこれらのプレゼント全部無料で受け取れますからね、どういうこっちゃっていうね、おいお前受け取らない理由あるんかと思うんですけどね、これ作るの必死だったらちょっと今イライラしますけどもね、こんなに出していいのかって思ってますけど、まあ、いいでしょう。もしかしたらちょっと気分によっては、ちょっとやめとこうって何個かね減らすかもしれないんで、なるべく早めに登録していくことをお勧めします。はい、これ嘘じゃないです。ガチです、ガチ。ぜひね、概要欄からね、ポチッと登録してみてください。最後までね、この動画見てくださった方はね、この動画いいなと思ってると思うんでね、チャンネル登録と高評価、これ作るのにもね、この動画1本作るのにもめちゃくちゃ時間かかってます。ぜひチャンネル登録、高評価ね、よろしくお願いします。あとね、ぜひアウトプット忘れないようにしてください。ここまでね、しっかり勉強したと思うんで、必ずアウトプット忘れないように、コメントとかでもいいです。こういうの勉強になりました。こういうことやってみますかね。何でもいいんでアウトプットね、必ず忘れないようにしてください。ということでね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。